第91回旅立ち。山は雪になった。山の北側には風が吹いて雪が深いが、南の斜面にはほんの草が隠れるほどに積もるだけである。それでも漢中軍は雪に守られた。益州の劉将も来年の春までは攻めてこない。州の境を犯さない限り慶州の劉表も戦は避けるだろう。兵を休ませるには良い機会だった。旅に出よう。俺は冬の間旅に出る。五島米道という宗教で一つにまとまった漢中軍は、長老が教祖としている限り安心だった。軍も白中人生二人の将軍に任せればよい。叔父の先行に報告し、若い武将の中から候補を共に選んだ。長英と候補が馬に乗って、小物が二人靴輪を取った。では大きくなってきます。5日目には戦場になった場所へ出た。谷間の道、南の山、北の山、そして戦場となった草原。ここで長英様指揮の我が五島米道軍は惨敗したのですね。そうだ、皆死んでいてもおかしくないのだ。私もよく生き延びたものだ。今ここに立って思えば、勝つ方法はいくらでも浮かんでくる。しかし負けた。張飛の作戦も兵の使い方も、こちらの動きに応じた傭兵も実に鮮やかだった。五島米道軍は何もしないうちに負けてしまったような感じさえする。格が違う。全ての点で修練の違いがある。張飛と張飛の軍は実戦で学んできたのだろう。要するに経験の差だ。たやすくは縮まらぬ差ですね。しかし私たちは生きている。運があるということだ。差は縮められるのだ。長英様、このまま進めばその張飛のいる西条に行ってしまいますが。心配するな広報。俺たちは腕を買ってくれる金持ちを探して流浪している男たちということに決めたではないか。なぜか張飛が長英様だと見抜いてしまうような気がするのですが。ふん、くだらんことで気をもむな。とにかく俺は益州以外の土地を見てみたいのだ。そこで戦に明け暮れている男たちも見てみたい。慶州の片隅に増援に送られてくる張飛のような将軍でさえあれほどの戦をするのだ。俺の度肝を抜く奴が運下のごとくいるに違いないのだ。西条です、長英様。雪に包まれた白い町だった。長英と候補は宿を取って町に出てみた。居酒屋に入った。商人らしい男たちが愉快そうに長飛の縁談の話をしている。居酒屋の主人が酒と肉を運んできた。はい、お待ちだ。長飛将軍が嫁をもらうというのは本当か？本当ですよ。今はその噂で持ちきりでしてね。馬が取り持つ縁だそうで。馬？棟梁様のところに気の荒い大きな馬がいましてね、持て余していたのを張飛将軍が見事に乗りこなしたんで娘が惚れちまったっていう話です。まあその娘っていうのが剣なんかぶら下げて馬を走らせるようなおてんばでしてね。張飛将軍でなけりゃ乗りこなせないだろうってみんな言ってますがね。2日後、長英は西条を出た。張飛の軍が雪の中で長連に出て行ったのだ。
西条には他に見るべきものもなかったし、長蓮を見物してその足で深夜へ向かうつもりだった。やってます。ああ。300機の騎馬が雪の中を駆けていた。凄まじい勢いで歩兵と交錯する。騎馬と歩兵を同時に調練している。見事な動きだった。ほとんど実戦に近い。騎馬と歩兵の位置が入れ替わると、歩兵が騎馬を押しつつ、一箇所を破って騎馬隊が包囲を抜け出す。すごいものですね。こんな調練では気を抜いた兵は立ちどころに死ぬでしょう。だから皆必死なのだ。こう長英様、不意に300機がこちらへ向かってきた。長英様、どうしましょう。逃げろ。長英と方法は馬の向きを変えて駆け出した。300機はすぐに追いついてくる。5丁ほどかけたところでようやく騎馬隊は反転して去っていった。2機だけ残っている。張飛と子供のように小柄な男だ。だが馬の扱いに隙はない。お前たち、長蓮がそんなに面白いのか。いや、激しい長蓮をやるものだと呆れながら見物していた。これぐらいの長蓮はお前のところでもやっているんじゃないのか、長英。はて、私の名は徐才というのだが。長英と呼んでみただけのことだ。この前の戦で逃げていく敵の大将の手綱さばきとそっくりだったのでな。まあわざわざやる必要もない戦だったがな。長飛将軍か。だったらどうする。嫁をもらうという噂を聞いた。相手は棟梁の娘で似合いだと聞いた。それはどうか知らんが、こうという女に俺の子を産んでもらうと決めた。では西条に居つくのか。俺は劉備玄徳の武将だぞ。今は劉備軍の半分を預かっているが、いつ曹操がやってくるかもしれんからな。その時は深夜に戻る。六千で曹操と。先方の鼻ぐらいくじいてやれるさ。劉備将軍はなぜ早々に降伏しないのだ。徐才とか言ったな。お前、男の志というものがわかるか。志で早々に勝てるつもりなのか。男には勝敗よりも大事なことがあるのだ。それは宗教のようなものか。徐才、お前腕は立つのだろうが、大事なことが何なのかあまり考えたことはないな。長飛将軍にはあるのか。俺には代わりに考えてくれる人がいる。それが劉備殿か。私にも教祖の兄がいる。私は益州を五渡米道の信者の国にしたいという夢は持っている。しかし志というほど力強いものじゃない。私自身が五渡米道の信者じゃないからだろう。長飛将軍、また会えるかな。戦場でか。張飛が深夜に呼び戻されたのは2月に入ってからだった。新妻の甲が具足を身につけ剣を携え、自分の馬にまたがって張飛と一緒だった。
公安が気にして腰車を用意したのに、公安見向きもしなかった。せっかくですから父の劉備様への贈り物をその腰車に乗せましょう。深夜へ入った。まっすぐ劉備の館に向かった。ここで大庵と控えていてくれ。はい、胸がドキドキしますわ。俺もだ。第92回妻の夢。2月、張飛は深夜へ呼び戻され、劉備と関羽たちのところへ向かった。張飛、帰ったか。お兄貴、ただいま戻りました。張飛。小兄貴、張雲、いやみんな達者で嬉しい。このひげ面が恋しかったか。関羽、張雲、美塾の3人が劉備のそばに控えていた。すぐに酒が運ばれた。後鳥羽道が一度攻め込んできたそうだな、張飛。ええ、張栄という男に率いられて三千の兵だけで5倍の軍勢を追い払ったそうではないか。しかも我が軍の兵はほとんど死なせていない。それはだから小兄貴からやかましく言われておりますので。見事だった、見事。実は大兄貴。どうした、張飛、お前が先に手を伸ばしておらんとは。俺は妻をめとりました。そうか、妻。なんだと。なんだと。張飛に奥方ができたと。西条で見つけたのか。なぜここへ連れてこない。連れてきているのだ、小兄貴。何。こう、こちらへ来なさい。参りました。ここに座りなさい。はい。俺の女房殿です。こうと言います。ああ。女子の身でこのような身なりをして部長法とは存じましたが、夫に最も合った姿だとも思っております。張飛奥徳の妻、こうでございます。誰も何も言わなかった。劉備は手に持った杯を干すのを忘れているようだった。関羽は目を見開いたままだ。ああ、そうか。妻をめとったか、張飛。ああ、甲殿と言われたな。はい。劉備玄徳と申す。私とそこにおる関羽は張飛の兄にあたる。だから甲は私と関羽の妹になったわけだ。いや、めでたい。妹こう、以後よろしゅうにな。こちらこそよろしゅうお願いいたします。関羽様は西条の若者の憧れの的ですわ。あ、ところで妹、その身なりは何としたことだ。はい、おなごの身で具足をつけております。夫が留守の間は私がすべてを守るということでございます。夫の家も子も誇りも。見上げたことを言うものだ。私はまた張飛が従者を二人に増やしたのだとばかり思っていた。いや、まさか嫁を連れてきたとはな。ああ、その横が張雲。若い将軍だが顔が広い。張雲司令、張飛殿の弟分です。どうぞこれからも遊んであげてください。私と関羽と張飛の三人はさっきも言ったが兄弟の杯を交わした。なあ、タッケンを50機で出発した時から一緒だったんでな。しかしここにおる者は皆兄弟だと思ってよい。文官の美塾も剣僧もそなたの兄であり弟だ。もし張飛には言えないような悩みができたら、まず顔を思い浮かべるがいい。兄上様のお言葉、心に染み入るように嬉しくお聞きしました。でも夫から心のありようは兄弟でも主従には間違いないのだと言われております。
兵士たちの前では殿様と呼ばせていただきます。おい張飛、言わなければならんことはちゃんと全部女房に言ってるじゃないか。大したもんだ。何よりこんな良い女房殿を選んだお前を褒めてやる。あ、ちらっと羨ましいって感じだな。バレたか。主演になった。コウは酒の飲み方も並ではなかった。男たちと最後まで付き合った。張飛と甲の夫婦は劉備から小さな館を与えられてそちらに移った。父上の館に比べると小さいものだが。今はその方が嬉しい。いつもあなたがそばにおいでになるんですもの。今後のことを相談するために関羽に会った。劉備は今慶州の主劉表の客商だが、慶州は劉表の五妻蔡夫人の弟蔡坊が実権を握り、劉表の長男の劉貴を弾き出そうとしている。その争いの中に劉備を引き込もうとする気配まであった。張飛、1月に曹操の軍勢が動いた。5万程度の規模だったが、それだけで細胞は慌てふためいて張飛を呼び戻すことを承知したんだ。肝の小さな男だ。あんな男が掌握しているんだ。劉表軍はもうダメだな。まあなんとか使えるのは効果を守っている酵素の軍ぐらいのもんだ。劉表もただの老いぼれになった。にもかかわらず慶州の中は落ち着いていて、反乱など起きそうもないと俺は見てるんですがね、小兄貴。いや、まさしく劉表は祭りごとの人だ。平和な時なら有能な長官だったろう。だが今は乱世だ。張飛、私は兄者に劉表を討って慶州を取るべきだと進言した。それで、大兄貴は何と答えた？まだ早い。まだ早いか。大兄貴はいずれ慶州を取る気ではいるんだな。助手を取るのに失敗して兄者は慎重になったようだ。一時的に領地を持っても維持する力がなければ意味がないと思われている。そうかの。領地を持たなければ力のつけようがないと俺は思うがな。お前の言う通りだ張飛。腰を上げない兄者を急がせるのが我らの仕事になる時が来るかもしれん。深夜で俺たちは兵の調練を怠らんから、6000の劉備軍はますます盛況になる。しかしこれ以上大きくなることはない。曹操の方はどんどん大きくなる。張雲は慶州の豪族に顔が広いが。いざという時に、我が劉備軍につきそうなのは、固く見て2万から3万。まあ、周囲の情勢もあろうが。多くても4万弱か。もう少しいるようにも思うが。例えば、酵素などとは組めんな。組めば、幼州の孫権を敵に回すことになる。小兄貴、なんだか少しずつ足元が心もとなくなっているような気がするぞ。仕方あるまい。兄者には今動く気はないのだ。兄貴、1月に曹操が動いたのは何のためだったんだ？曹操は自分の領土を固めたんだ。河北へ全力を向けるために。小さなことでも見逃さない。曹操らしい周到さだ。曹操は次の戦のために着々とことを進めている。俺たちは全く動かない。何もできん。耐えろということだ。一体何年続くんだろう？さあ、5年か、10年か。長いなぁ。張飛、私が心配なのは、お前や張雲のことじゃない。兄者の方が耐えきれなくなるんじゃないか。張飛も兄者の気性は知ってるだろう。わかった。一番大事なのは、大兄貴の志だ。
大兄貴が切れて細胞を切ったりしたら、俺たちの志も夢も吹っ飛んでしまう。辛抱しよう。チョヒ、細胞はお前をとてつもない乱暴者だと思っとる。だから時々耐えきれずに暴れるというのがいい。細胞の肝が冷えるような暴れ方をしてやるやい。劉備軍に切れそうな将軍がいるとなれば、細胞も我らに無茶はせんだろう。わかった。大兄貴の志、俺たちの夢のためだ。女房持ちになったのにすまんな、チョヒ。なに、あなたの志は私の夢。子兄貴も舌を巻くさ。子は女の中の女だ。第93回炎章死す。暖かくなって炎章は起きられるようになった。起きて動くと動悸が激しくなる。それに耐えて炎章は時には館の庭を歩いた。それを繰り返すうちに動悸は気にならなくなった。息も切れなくなっている。やっと病が治ってきたか。ひどい目にあった。毎日地図に見入った。炎章の領土、河北四州の地図もあり、曹操との境界を示す地図もあった。黄河の南沿いに曹操が始めた屯田はかなり成功しているようだ。これで曹操も兵糧で苦労することもなくなったか。しかし領地の底力はまだまだこちらの方にある。どう考えても兵糧だってわしの方が豊かだし、おまけに曹操は西に劉表、南に孫権という敵を抱えている。曹操は30万の軍を持つと豪語しているが、実際にわしに向けられる兵は20万もいないのだ。それに比べてわしは再び30万を超える軍勢を要している。そっくり曹操との戦にぶつけることができるのだ。今度こそ踏み潰してやる。軍議を開いた。病を得てから初めてのことだった。青州から炎丹を、幽州から炎騎を、平州から高官を呼んだ。総力戦である。霊王と行の城をさらに強化する。これで十分ということはないぞ。兵糧ももっと運び込め。霊王を拠点に河北を守られるのですな。そして気を見て曹操を攻める。そういうことだ、信頼。昨年の秋の収穫で曹操はだいぶ兵糧を溜め込んだと思われます。そろそろ動いてきてもおかしくない。こちらも動いてもいいということだ。霊王に5万の兵を入れる。指揮は炎丹。は。行の兵は10万。これはすぐに霊王に迎える兵だ。この2つを防御と攻撃の拠点とする。さらに10万の兵がいつでも動ける体制をとって待機する。かしこまりました。霊王に入った時から戦が始まっていると思うよ、タン。必ずやご期待に沿う働きをします。みんな炎家の命運がかかっている。気力を振り絞れ。軽率なことはするな。耐える戦いも必要になってくると知れ。兵の調練や武器、馬の具合を報告させた。長年蓄えたものが今生きてきた。これこそが底力というものだ。曹操は兵糧をちょっと貯めたぐらいで、武器や馬を蓄える余裕なんてまるでないはずだ。今度はこの違いがものを言うぞ。
番気に入っていた側室の一人を呼んだ。そばへ来い。はい。わしは、おいでいるか？まさか。殿は、まだお若いままです。そうか。若いか。はい。そうだ。お前は、いいちぶさを持っていたな。ちぶさを吸わせろ。思い出したぞ。ちぶさを吸うたびに、お前は、澄んだいい声で泣いた。ああ、私の胸でよろしければ、どのようにでも。ふと十数年前のことを思い出した。家臣大将軍の暗殺を察知し、機を見て兵を宮中に入れ、宦官たちを切ってこの国の政を根本から変えようと決心した時のことだ。あの時帝を早く見つけ我が手にしていたら、すべての実権はわしのものだった。この国はわしのものになっていった。曹操など今頃は顎で使える一武将に過ぎなかったろう。領主の山犬の董卓が運を拾ったためにえらい遠回りをしてしまった。愛をかき抱くように炎章は美しい乳房を吸いながら、少しずつ自分の心の底を見つめ始めた。それは恐怖だった。曹操という男への恐怖だった。バカな、わしがなぜ曹操を怖がる。わしは5歳の時から軍学を学んだ。それをあの宦官の子に教えてやったものだ。あいつがいくら望んでも学べないだろうと思ったからだ。そんな男をなぜわしが怖がる。その男が今わしを殺そうとしているからか。誰だ、笑っているのは。曹操か。この宦官の家の子が増長しよって。いずれ笑い返してやる。貴様を捕らえて生きながら晒し者にしてやる。笑ってやる。5月に入ると暑い日が続いた。セミが鳴き始めた。炎章と曹操は黄河を挟んで睨み合ったままである。殿、曹操軍が黄河を渡り始めました。場所は霊陽の上流十里。新海、誘いだ。やはり誘いの狙いが今一つはっきりしないが、曹操にどういう策があろうと、こちらが動かなければ敵は立ち往生だ。御意。霊王に伝令、動くな。曹操がたとえ城を攻めてきても城壁から見物していろ。翌日また霊王から報告が届いた。炎章の指示はまだ届いていない。炎丹が5万の軍を出して黄河を渡っている曹操軍を攻撃するというものだった。あのバカ、何を考えている。うかうかと誘いに乗り寄って炎丹の幕僚たちは止めもしなかったのか。無事に城に戻るのを祈るしかないのか。次の日の伝令で炎章は怒りに震えた。炎丹の5万の兵は伏兵にあって戦うこともなく敗走したのだ。炎丹の愚か者めが。殿！
怒鳴った瞬間、体の中で何かが破れるのを炎症は感じた。口から血を吹き出した。不思議に苦しくはなかった。恐怖すらなかった。もしやこれで楽になれるのか。わしは星になれるかな。いやかましい。人が死ぬるというに騒がしすぎる。みんな落ち着け、静かにしろ。また体の中で何かが破れた。胸のあたりが暗くなった。第94回頭痛の時。上将様、五個のものでございます。炎症本所が死亡いたしました。炎症が死んだ。いつ。昨日昼下がり、霊陽からの伝令がついて間もなく口から血を吹き出してほどなく世を去りました。久保ご苦労。疲れたであろう。ゆっくり休んでまた行の町に戻れ。よい。炎症が死んだか。炎症の死。この知らせが届いたのは、曹操が5万の炎症軍をまんまと誘い出して打ち破り、次の戦に備えて陣を敷いた後だった。さらに手を尽くして情報を集め、3日後に炎症の死を確認した。長領を北岸より呼び戻せ。全軍を陣流の町まで下げる。上将、右近恐れながら申し上げます。炎症が死んだ今こそ我らが河北に攻め込む絶好の機会なのではないでしょうか。他の武将たちも曹操の言葉に怪訝な表情を浮かべ、右近将軍の言葉にうなずいている。純一が体を前に乗り出した。方々には元ということを考えていただきたい。純一殿、今元言われたが、炎症は敵ではないか。殺し合う間柄で元はいささかおかしいのではないか。それでも上将と炎症殿は若い頃からご一緒で、共に夢を語り、同じ千円八行為でもあった。それ以後も長く同盟していたと言っていい。しかし昔は昔、今の炎症は何度破れても懲りもせずに上将に牙を向いて。いや、右近殿、今は下がろう。生きている間は敵でも、死ねば憎しみも恨みも消える。そういうものではないのかな。不肖下方とん、今は上将のお気持ちに沿うべきだと考えるのだが。よくぞ言われました、下方とん将軍。方々もお察しください。何か言いたそうな素振りの武将たちも下方とんの言葉で口を閉ざした。結局甲賀の北岸沿いに5万の兵だけを展開させ、あとは陳留まで下がることに決定した。曹操は巨都に帰った。しばらく河北への締め付けは緩やかにすべきですな。うん。北岸沿いの5万にはとんでんの準備をさせればよろしいかと思います。そうしよう。恐れ入りました上将。
もう先のことを考えておられる。この度の出兵は、今打撃を与えておかねば、炎章が再び強敵になると考えたからだ。はい。今を逃せば、河北四州のまとまりが一層強くなりますれば。だが、炎章が死んで、私はその狙いを失ってしまった。仕方がないから、矛先を西の流氷に向けるとするか。するとどうなる？炎章の息子たちが団結して、攻めてくる恐れがある。いかにも。炎章亡き後の延期をまとめるのに、それ以上の手段はありますまい。だから、今はじっとして、情けある上昇でいるのが最上の策なのだ。はじめの意気込みとは反対になってしまったな。天は急がずですかな。上昇、戦場では忘れていた頭痛がまた起こりそうですな。嫌なことを思い出させるな。上昇、また肩をそばに置かれませぬか。肩か。やはり、当代随一の名医かと思いますが。肩は、ものをずけずけ言いすぎる。どうも性に合わん。まあ、頭痛もそれほど長くは上昇を苦しめないと思いますが。じっとしているのも、そう長くもないというのか。秋には、また甲賀をお渡りになります。10日も経たぬうちに河北で炎章の息子の章と丹が対立しているという情報が入った。曹操の思惑が早くも形となって現れた。だがまだ決定的な対立というわけではない。俺が兵を出せばすぐ一つにまとまって立ち向かってくるだろう。もっと内側から崩れるまでじっと時を待てばいい。中原の祭りごとは充実していた。巨都はかつての洛陽以上に繁栄している。慶州や揚州にも目立った動きはない。暖かくなってきて曹操に頭痛の兆しが見え始めた。肩を呼び出した。肩、参上いたしました。ご苦労。曹操様、悩みを持てる人の顔の色でございますな。針というものがあると言っていたな、肩。ございます。しかしこれは体に打つもので心に打つものではありません。頭痛が起きそうなのだ。起きてから呼んでいただければ束の間の治療はいたします。起きていない頭痛は私にとっては何も起きていないのと同じことです。川は溢れぬように堤防を作る。頭痛の堤防は作れんの？雨が降る。山の雪が溶ける。増水にはそれなりの理由がございます。曹操様の頭痛には体には原因がありません。曹操様は心に堤防を作ることはお許しになりますまい。いつも分かりきったことを申すの。肩は分かりきっているから治療もできるのでございます。もういい。下がれ。ひどい頭痛が襲ってきたのは翌日だった。肩を呼んだ。肩、川が溢れておるぞ。そのようでございますな。では治療を始めます。肩の手が曹操の首筋に当てられた。肩の治療はいつも手を当てることから始まる。そうやって肩は病の根を探るようであった。早く治せ。頭が割れそうだ。天下を我が手で統一しようという夢を押してください。死を作ってお暮らしになれば頭痛などとは縁がなくなりましょう。余計な指図だ。針をご所望でございましたな。聞くならばだ。血の巡りの悪いところがございます。
そこに針を打てばいくらかは楽になります。やってみろ。大張りというものですぞ。いささかの覚悟が必要でございます。構わん、撃ってみてくれ。曹操は寝台に腹ばいにさせられた。首筋を肩の指が動いている。首の付け根で止まった。そこは押されただけでも息の止まりそうな痛みが走った。吐き気がこみ上げてくる。不意に全身に衝撃が走った。足の指先まで震えている。曹操は何度か大きく息をついた。何をやったのかと尋ねようとした時、また衝撃が走った。全身から力が抜けていく。六度、曹操はその衝撃に襲われた。終わりました。脱力感が全身を支配している。そのまま眠った。目覚めた時、頭痛は消えていた。肩の姿はなかった。黄河を渡る準備終わりました。淳育の予言した通り、9月曹操は再び黄河沿いに兵を集結させた。袁紹の息子、長男の譚と三男の章の対立が決定的になってきたのだ。どちらかが一方を滅ぼすと、また河北の力は一つになる。二つに割れている時に攻撃させてもらうぞ。先方の2番、黄河を渡れ。第95回河北への道。頭痛をこらえて待っていた甲斐があった。袁紹の息子たち譚と章が喧嘩を始めた。誰が袁紹の後継者となるか、その争いだった。兄弟の対立が深刻になるのを見計らって、曹操は黄河沿岸に兵を集結した。さあ、この曹操がまた河北四州に兵を出そうとしているのだ。譚と章はどうする？長男の譚は霊陽の城にこもって行の町にいる章に救援を求めた。章の重臣たちは軍議で援軍は送らないと決定していた。この危機に兄弟の不安を何とかしようという家臣はいないのか。曹操は試した。兵二万、黄河を渡れ。章は行から3万の兵を出した。さすがに曹操が黄河を渡ったことを見逃せなかったようだ。三万の兵は章自身が率いていた。しかし、一度仲たがいした兄弟はなかなか元に戻れないというぞ。ゆっくり締め上げてやる。章が霊陽の城に入るのを見届けてから、曹操は自ら指揮をして10万の軍勢に黄河を渡らせた。さらに5万の兵が待機している。曹操は先に上陸していた2万を合わせて12万で霊陽の城が見える場所に布陣した。直ちに城内から兵が出て仕掛けてきた。曹操軍は長領の率いる軽騎兵が
敵兵の中を駆け巡って翻弄した。出てきた敵兵は何の成果も上げずに城に戻った。五個のものでございます。霊陽城内の情勢をお知らせに参りました。話せ。城内に争いが起こっております。将の籠城して曹操軍の出方を見るべしとの意見と、丹の外に打って出て野戦で雌雄を決すべしとの主張が激しく対立して、城内には不穏な気配がみなぎっております。ご苦労。引き続き情勢を探れ。ごめん。純育、これはしばらく野州か奇襲しかせんぞ。敵は我らはいかがいたしましょうか。無理押ししては犠牲が大きい。後ろに河北四州が控えているのだ。ここは亡き袁紹の得意技、じりじりと締め付けよう。御意。曹操の患者は抜きん出ていた。各地に散った五個の者たちのもたらす情報がしばしば曹操に幸運を招いた。五個の者でございます。行の城の新しい動きをお知らせに参りました。入れ。袁紹の妻劉夫人が行の城の中で五人の側室たちの仕置きをいたしました。袁紹の物開ける前でございます。劉夫人が剣婦人の誉れの高かった人だが、その殺し方も念が入っておりました。側室たちがもしあの世で袁紹に会ったとしても絶対に見分けがつかないようにと、側室たちの顔に入れ墨を施し、その上乳房を切り落として城外に捨てましてございます。あの世のことまで手を打ったか。帰ってよし。ごめん。五個の者は遠い辺境の地の奇妙な変化も見逃さない。ほう。郷土の前羽におかしな動きがあるのか。前羽は7000の騎馬を率いて平陽に向かっております。郷土のしぶとい賊とが何を考えてか。間もなく平陽を攻略するでありましょう。曹操は軍議を招集した。平陽を侵攻されても体制に影響はないが、今頃なぜ全羽が動くのか。誰かが全羽を使っているのでしょうか。加工殿殿、良いところに気がつかれた。全羽は平州の勢力と結びついたのかもしれん。厄介ですな。全羽は傭兵だから金さえ出せばどことでもくっつくやつです。ひょっとして袁紹の息子たちとも。何？全羽が袁一族の息のかかった連中と手を組んで平陽から我らを攻めようというのか。このところ敵兵の士気が高くなったと思いませんか。兄弟喧嘩の話も聞こえてきませんし。そうか。あの兄弟我らを西から脅かす気か。上将、早急に手を打つべきです。軍議の間に曹操は武将の一人を選び出していた。将よ、参りました。将よ、お主と見込んで頼みがある。ありがたいお言葉、何なりと仰せつけください。将よ、そなた洛陽長安あたりの皇族たちに顔が利くな。はい、私もあのあたりから上将のもとに馳せ参じたものでありますから。将よ、そなたに2万の兵を預ける。直ちに兵を安堵させよ。私めがそんな大役を。命に代えても果たしてご覧に入れます。将よ、そちの役目はそれだけではない。他にも何か。領州や辺境には5万ぐらいの兵を集められる男たちがいる。関水とか馬頭とか。二人とも顔見知りでございます。それは好都合だ。
この機に関水と馬頭を我らの側につけてくれんか。少々時は食いまするが、二人とも喜んで上昇の味方になるものと信じます。よかろう。少よ、そちの働きで河北四州平定の見通しも立つのだ。はあ、直ちに進発します。少陽が出発してから、曹操は急に不安になって淳育を呼んだ。少陽でよかったかな、淳育。まことに見事な人事と敬服いたしました。しかし少陽は戦はあまりうまくないぞ。むしろあまり戦はせぬ少陽殿だから選ばれたのでは。豪族たちも少陽殿なら余計な警戒はしないでありましょう。馬頭でも少陽殿となら話をするでしょう。いずれ領州にも向かわねばなるまい。それから関中を突破口にして益州にもな。気の遠くなるほど広い国です。広くて結構。なすべきことのある間は私は元気でいられる。一月して少陽から兵を落としたという知らせが入った。霊王城の企みが失敗して炎章の息子たちの喧嘩に再び火がついた。加工殿、随分待たせたな。腰を上げるぞ。曹操は5万の軍を引き、霊王は放って行に向かった。誘いだった。誘いに乗って燕兄弟は城を出て全軍で後を追ってきた。燕翔の息子たちは押し包むようにして攻めてきた。長くは続かなかった。兄弟の8万の軍の背後に加工屯の軍が現れたのである。燕兄弟の軍はたちまち逃げ出した。河北は広く、制するには時がかかる。息子たちは生かしておこう。できるだけ内部で争わせるんだ。緩やかに追撃する。堂々と進撃するのだ。曹操は領に向かって15万の軍を進めた。紀州の豪族たちが結構しつこく抵抗した。領の城を見るまでに一月近くかかった。しかも曹操は意外なことを口にした。諸都に帰る。河北への道筋はつけた。堂々と進軍して帰還するのだ。進発。霊王は奪った。紀州に足がかりを作った。曹操の目、天下が見えてきた。第96回八門僅差の陣。まずいことになった。どうも曹操が慶州に軍を出すことになりそうだ。え、曹操が。曹操は霊王を拠点にしたんで戦はしばらく休みだと思ったんだがな。全く休むことを知らない男だな。慶州は上陽の町。遺跡の館に客が来ていた。名前は序章。遺跡の親友だった。遺跡。それで劉表様に周座会の様子を見たいと願い出ていたんだが、そのお許しが出た。それはよい。一緒に行っていいか。ついでに劉備殿にも会おうか。ほう、劉備と親しくしているのか。なぜか好かれているようでな。劉備玄徳、ぜひ会わせてくれ。曹操が来たらどうせ客商の劉備が駆り出されるんだろ。戦ぶりも見てみたい。そこまで見られるかどうか。とにかく出かけよう。序書の同伴の許しも得た。二人は出発した。曹操軍の進撃は早かった。周座会の小次郎を一日で三つ抜くのを
遺跡と序章は唖然として眺めた。強い。研ぎ澄まされている。軍勢全体が凄まじい切れ味だ。とりわけ騎馬隊の動きがいい。両夫と戦って変わったんだ。全くすごい。劉備殿の騎馬隊はもっと早く動くぞ。本当か？しかし劉備は曹操に何度も負けてるぞ。だから勝つ方法を考えてるはずだ。深夜から駆けつけてすでに陣を組んでいる。劉備軍は中境沿いに野戦の陣構えを取っている。劉表軍がその背後一里のところに三万で陣を組んだ。劉表軍は及び腰の陣だ。指揮する者がいないのだろうな。劉備軍の横っ腹を擁護する陣構えをすべきなのに、後ろに隠れる格好だ。この勝負どう見る、序章？曹操軍は5万か。曹仁が指揮を取るにしろ、まず圧倒的に曹操軍と見るんだが、劉備がどこまでやれるか。劉備の本陣に行ってみよう。これは遺跡殿、どうされた？劉備様、中座が視察の任を与えられました。こちらは友人の序章です。諸国を流浪して8年、様々な武将と知り合っているのですが、決して仕官をしない変わり者です。変わり者の序章です。序章殿か。戦見物とは羨ましい。6000の兵を4つに分けての布陣、随分余裕がおありとお見かけしました。おお、陣構えに詳しいようですな。そろそろ戦が始まりますが。そろそろどころか、すでに曹仁が3万の兵でこちらへ向かっています。陣はこのままで？とりあえずは。敵の主力はこの本陣に集中してきます。踏ん張れるのですか？本陣の歩兵3000で。いかにも3000だが、私は3万と思っている。しかし3000は3000。敵も3000と思っている。そこが付け目です。二度と使えぬ方法だが。不安なら離れた方がいい。3000と3万では大違いだ。私も3万と思うことにしましょう。3000の戦ぶりを見物されますか？敵の先鋒、半里先に立ちました。よし。さて、騎馬隊が思ったように動いてくれるかどうか。張飛と張雲がうまく敵を止めてくれないと、序章殿に笑われる。煙が見えてきた。曹操軍の騎馬隊だ。敵の騎馬隊が横に広がった。劉備の陣は4箇所、同時に攻めるために広がったのだ。不意に劉備の騎馬隊が駆け出した。800、張雲。敵の騎馬隊の真ん中をきれいに立ち割った。そこへ劉備軍の歩兵が突っ込んだ。行くぞ！混乱した敵軍にさらに張飛の騎馬隊が突っ込んでいる。曹操の軍はたまらず回走した。追撃は一切しなかった。遺跡、大したもんだぞ、劉備殿は。うん、見事に敵の攻撃を潰したな。しかもあえて追わなかった。心得ている。曹仁は陣を組み直してまた進んできた。妙な陣構えだった。なんだこれは。隙だらけの陣構えではないか。曹仁やられて頭に血が昇ったか。いや、カム、これは迂闊に攻められんぞ。嫌な予感がする。普通なら固い陣を組むところをこんな。思い過ごしです。
突っ込ませてください。待て長軍、待ってくれ。これは八門金差の陣、迂闊に攻め込むと全滅します。どういうことだ助手殿。穴だらけに見えるのは八門と呼ばれ、敵を誘い込む入り口です。ご覧あれ、正面の旧門から攻め込めば、あそこの啓門から順に八門を閉じられます。攻撃隊は安全な出口を失い、危険な出口に向かうことになります。八門金さんの陣、そんな陣があるのか。驚きました。曹操軍がこの陣を使えるとは。破る方策はないのか。開門から入り正門へ抜ける、それのみ。どれがその開門だ。それを見極めるのがこの陣に対する軍師の仕事。見極めれば勝ち、見誤れば即負け。放っておいた方が良いか。そういう陣か。敵は八門金さんの陣のまま移動できます。慶州に入られます。それじゃあ慶州を蹂躙されてしまう。あれを押し積むほどの大軍があれば別ですが、10万は必要でしょう。宋陣、恐ろしい陣を組んでくれたな。劉備殿、私にかけてみることができますか。序書殿にかける。劉備様、序書は軍学に長じています。時には兵卒、時には隊長として戦場に立ち、実戦で裏付けた軍学です。1200の騎馬隊であの陣は崩せます。崩せぬ時は騎馬隊は全滅です。やってみよう。今やらねば、これから曹操と戦うたびに八門金さの陣で来られる。私の見切りが誤っていた時は首をはねてください。戦う前に失敗の思案はするまい。では張飛殿、張雲殿、寄ってください。いいですか。ここから入ってここへ出る、簡単なものです。張飛と張雲の騎馬隊が矢のように八門金差の陣に吸い込まれていった。長かったが、張飛と張雲が飛び出してきた。騎馬隊が駆け抜けた。敵陣が波打つ。関羽の歩兵がそれに襲いかかった。敵は総崩れになった。吉田殿、どうだろう。しばらく深夜にとどまって私の軍師をやってくれないか。それはよい。大したことはできませんが、遺跡とはいつも会えるところにいたいと思っています。ならば深夜にいてくれ。仰せの通りに。では戻ろうか、深夜へ。劉備は今まで気づかなかったが、自分の軍に足りなかったものを得たのだ。第97回袁紹の子。袁紹の息子たちをちょっと安心させてやろうか。家北はしばらく放っておいて、慶州の劉表に矛先を向けよう。曹操は慶州に兵を出した。案の定、家北の袁譚と将の兄弟喧嘩が激しくなった。袁一族はそうやって少しずつ衰えていくと曹操は読んでいた。だが事態はもっと急速に動いた。袁紹の息子たちの自制心のなさは予想以上だった。長男の袁譚と三男の将は兄弟の争いをあろうことか武力に訴えたのである。そして袁譚が負けた。河北の霊陽の城に5万の兵を入れる。前の戦いで袁兄弟を破った時は、霊陽は河北の拠点として確保した城だ。曹操は再び
河北へ乗り出したのである。ふん、円丹が泣きついてきたか。河北への進出にあたり、曹操は長老の定育と側近の淳育に円兄弟の家中との接触を試みさせていた。将との戦に負けそうな円丹が曹操に降伏し、同時に救援を求めてきた。今円丹は将の軍勢に囲まれて虫の息というところだった。救援に行った時の将の対応の仕方で河北攻めの計画も決まる。それで将の器量もわかる。さっさと逃げ出すようなら知れたものだが、激しく立ち向かってくるようなら油断はできない。まだ縁一族につく家屋の豪族たちが多いと見なけりゃいかん。それにしても縁書はなぜ息子たちをもっとしっかり育てなかったのだろうか。なぜ自分の死んだ後で揉めないように後継者を決めておかなかったのか。俺にも息子たちがいる。曹丕と曹植、まだ16と11だ。俺も曹丕と曹植のどちらを自分の後継ぎにするか本気で考えたことがない。上将、いつ霊陽を出られますか。2、3日のうちだ。加工と戦の心構えだけはしておけ。もとより兵力は60,000。そのように準備いたします。曹丕を連れて行くぞ。曹丕様を。負けた家のせがれがどういうものかよく見せてやる。なるほど。そばには誰を置きましょうか。長江をつける。長江。しかし上将。長江はもともと袁紹の武将であった。それもまたよく見せるのだ。かしこまりました。河北はこれから寒い季節に入る。2日後に曹操は霊陽を進発した。円丹の伝令であります。上将殿の進発の方に接し、将は囲みを解いて急ぎ京の城郭に撤退を始めました。将は逃げたか。それだけの男か。上将、将を追ってこのまま行へ向かいましょうや。いや、そういう意見の者も多かろうが、やめておこう。兵力が足りない。円丹の顔を見に行こう。では平原に向けて進発いたします。曹操を出迎えた円丹は何度も敗北した。卑屈すぎるほどだった。かつて関東で主君袁紹の暴虐ぶりに耐えられず曹操のもとに走った長江将軍は、今また若君だった男のこの振る舞いに横を向いて顔を歪めている。袁丹殿、あなた方には袁紹殿の桃あるだろうと、この曹操は兵を引いたのだ。2年は家屋を攻めないつもりでいた。それをいいことに兄弟喧嘩とは、なんという浅ましさだ。なぜこんなことになった。上将閣下、私は袁紹本所の嫡男であります。嫡男として袁家をまとめようといたしました。だが弟の将にことごとに反対されるのです。困ったものだな。それで袁丹殿は何を望む。今はただ我が領土と領民を守りたいという思いがあるだけでございます。清州を望むというのだな。わかった。清州の長官のままでいられるよう私から朝廷に奏上しておく。今後将殿が再び円丹殿を攻めてくることがあれば私が打ち払おう。だから円丹殿も決して行を攻めてはならん。それが袁紹殿への弔いだと思え。
母、決して行を責めはいたしません。ただ弟はまた必ず攻めてくると思います。よい。もう一度言うが、将殿が清州を攻めることがあれば私が許さん。安心して清州の治世に励め。母。伴った息子の宗妃が目を細めて不愉快そうに円丹を見ていた。昔は家臣だった長江が横を向いたまま手を握りしめてブルブルと震えていた。円丹が引き上げた後、曹操は息子の宗妃を呼んだ。長江がついている。以前は円丹についていたこともあったはずだ。父上、私には円丹の幸福が誠のようには思えません。おお、なぜだ。父上は円丹の父、円章殿の仇ではありませんか。だったらたとえ殺されても切りかかるのが当然。それを円丹はああやって膝を屈して、いずれ隙を見てと考えているに決まっています。長江はどう思う。円丹のことはよく知っていよう。無念です。何がだ。円丹様が上昇に切りかかったら、私が首を打とうと思っておりました。そうやって死んでいただくのが、勝手進化だった者の務めだと思い定めておりました。首を打ってくれという素振りはなかったな。それが無念なのです。達したる者、死を選ぶべき時がございましょう。円丹様はそれすら忘れておられる。あった。もうよい。父上、円丹をこのままにしておくのですか。あいつはやります。必ず何かやります。やらせてやるのさ。それで円丹を打つ名分も立つというも。上昇、その時は私めにぜひ先陣を。長江、無理をするな。今日お前を立ち会わせたのさえ残酷なことだったと後悔しているのだ。この上お前に円丹を打たせようなどとは思わん。上昇。曹操はすぐ霊陽に戻った。巨都から淳育を呼んだ。淳育、長い遠征が始まるぞ。15万の軍でどれほど遠征ができる。まず1年。短すぎる。そうおっしゃられても兵糧が続きません。この霊陽を拠点にしてということでございましょう。いや、行を拠点にして紀州を平定する。ならば2年。3年にしろ。紀州の豪族たちはしぶとい。なんとかしましょう。加工トンと遠征の相談をした。ところで加工トン、気になることがある。慶州のことだ。この前宗神に八門金砂の陣を取らせた。つまり劉備のことですか。用心して動くまいと思った。それが攻め込んできて見事に陣を破った。驚いたぞ。もしかして軍師を得たとなると、これは厄介だ。すぐに調べます。頼むぞ。気になってならんのだ。今や天下を平定する場に臨んでも、曹操は劉備を忘れなかった。自分の領土もなく、慶州で劉表の盾代わりをしている劉備のこと。第98回、城の弱点。清州長官、円丹の伝令であります。将が行の城を出て再び攻撃してまいりました。救援をお願いいたします。わかった。粘り強く戦われよと円丹殿に伝えろ。上昇閣下の言葉、粘り強く戦えと伝えます。
直ちに曹操は15万の軍勢を霊陽に集結させた。進発！だが円丹のところへは向かわず行へ向かったのだ。行には将がいない。兄を攻めるために開けてあるのだ。円丹に伝令。上将曹操は将の本拠地行を攻める。将は慌てて攻撃を中止し退くであろう。そう伝えろ。霊陽から行へわずか40だが曹操は緊張していた。行を落とすための戦ではない、奇襲を抑えるための遠征なの。点でもなく線でもなく面を制圧しなければならない。そして沿道の豪族たちをなびかせたかった。去年進軍した時は豪族たちが実にいろんな抵抗をしてくれたが、今年はそれほどでもない。もっとも我が軍の味方になろうという者もそう多くはない。行の城外に到着した。陣を構える。本営を行の城まで一里の高台に置く。正面の先方には長領長江の騎馬隊を配置した。その中に息子の宗妃もいる。袁紹の息子たちのようなバカにはしたくないからな。まず最前線で兵士と同じ苦しみをなめさせる。信杯が1万ほどの軍勢を出してきた。手合わせしてみろ。ただあまり犠牲は出すな。敵を勢いづかせる。長領長江の騎馬隊が2つの方向から敵を攻め、信杯は小さく固まって攻撃をかわす。なかなか突き崩せない。信杯の采配は見事なものだ。騎馬隊を押し戻す勢いだ。騎馬の上げる土煙で行の城は霞の中にあるように見える。やがて信杯の軍がじりじりと下がり始めた。騎馬隊が波状的に襲う。敵が下がっていく。城門まで下がった。押しすぎると危険だ。騎馬隊が反転した。戻ってくる。それでよい。城壁には万を越す敵兵が潜んでいて、下まで行った時雨のように矢を浴びせかけるつもりだったのだ。信杯の兵が時の声を上げて城内に消えた。間もなく長江が宗妃に付き添って報告に来た。敵の信杯は生き盛んであります。もともと気力は充実している男です。しかし軽率に攻め込まずによく引いたな。それは宗妃様のお指図でした。これ以上近づくと矢を浴びると。そうか。信杯という男、肝が座っていると見たな。中列に徹し策は残しませんが、守るとなれば死ぬまで守り抜く男でございます。こちらに引き込めぬか長江。城を落とすより難しいかと。無理か。軍官でありながら顔料や文集よりも軍人らしかったと思います。よし、長江は下がれ。明日には城攻めの陣構えができる。もう敵を正面から外に出すな。心得ました。長江が退出して宗妃がやっと口を開いた。父上、これからもずっと私には長江がついているんでしょうか。長江では不満か。私を安全なところにしか置こうとしないのです。長江の気持ちがわからないではありませんが。長江はつけておく。
前線に出たいと思ったら自分で長江に言うがよい。長江が私に許可を求めてきても私は禁じ。行への一番乗りを目指したいのです。功名のために命を懸けることはないのだ。学ぶべきことは他にたくさんあるはずだ。一人の武将、一人の兵卒として戦を知ることも必要かと思います。この戦にはずっとお前を伴う。いずれ私のそばに置くが、それまでは長江のもとにいて好きにやるがいい。わかりました。父上のそばにいても邪魔にならぬ男になろうと思います。下がってよし。どうも小賢しい。円丹の偽装を訴えたり、縄文に近づくと危険だと告げたり、長江をかばいすぎると詰め寄ったり、武将の修行の手段を述べたり、自分の才を売りすぎる。17歳の言葉か。それでも袁紹の息子たちよりはずっとマシなのか。行の城を攻撃する体制は出来上がった。遠征に付き合わせた純育を呼んだ。純育、行の城には弱点がないな。あの袁紹が本拠にしたところです。このままでは城の兵糧が尽きるまで1年以上も囲まなければならん。何かいい方法はないか。新海の甥に新栄と申す者がおります。転びそうか。時はかかりますが気の弱い男なので。他には行を締め上げる方法だ。行をよく知る者、行が落ちて喜ぶ者、奇襲を欲しがっている者を使っては。やはりあの男か。巨友。傲慢なので今陣中では嫌われ者ですが、上将があえてあの男をこの戦に伴われた。確かに。ただし行が落ちて少しでも巨友に手柄があれば、その日から奇襲の主のような顔をしますぞ。もっと謙虚なら巨友も長生きできるのに。よし、巨友を呼べ。陣屋で曹操に意見を求められて、巨友は満面に笑みをたたえた。奇襲城には弱点が一つある。そなたは行城をそう呼ぶのか。ああ、いずれその弱点は私が改めるつもりだが。巨友は関東の手柄の見返りに奇襲を望んでいたな。覚えているぞ。で申し上げるのだが、奇襲城内の半分は小水の川より低いのです。なんと。小水の流れが変わりかけた時に私に命じて丘と丘の間に土を積ませたことがあった。理由は教えられなかったが、ならば調べたくなりますわな。小水の川が低い時にあの城が築かれたというのか。小水の流れまで丘二つが隔てています。ではその土を積んだというところを切り開いて水路を掘れば、奇襲城は半分水没する。兵糧などかなりやられるでしょうな。将はそのことを知らんでしょう。新海も知らないはずだ。巨友、これは奇襲一つの褒美では足りないほどだ。もっともその奇襲もまだ取ったわけではない。必ず取れる。水没させればこの奇襲城の守備力はなくなっても同然。これで無駄な時をかけんでも済む。何奇襲をいただけるんだ。これぐらいの知恵を貸すぐらい当たり前のこと。堀を掘る際は読んでください。ではごめん。上機嫌で巨友が去ると、曹操は新鋭隊長の巨長を呼んだ。巨長、
私が以前お前に許しておいたことを覚えているかな。そろそろ我慢できなくなってもよろしいですか、上将。良いぞ、巨長。半月ぐらいしてからならいつでも。このところ目に余る振る舞いもあるようだし。折を見て切り捨てます。第99回水攻め。まず城の周りに堀を掘ることです。深い堀ではなく人の背丈ほどでよろしい。それなら新廃もあまり気にしない。多分城からの奇襲を防ぐ堀と見るでしょう。それから丘の土を積んだところに水路を掘ってこの堀に入れる。袁紹が本拠地にしていた行の城を攻め落とすのに曹操は水攻めを選んだ。関東で袁紹を裏切り曹操に情報をもたらした巨勇が城が小水の川より低いことを知っていたが、曹操は5万の兵を動員して堀と水路を掘らせた。巨勇がそっくり返るようにして陣中を歩いている。曹操のもとへ淳育が現れた。上将、もう巨勇はいりませんな。淳育、そんなことを確かめに来たのか。のんびりはできんぞ。行を奪ったらすぐ紀州の民政に手をつけねばならん。ああ、それは去年の夏から人を入れて調べておりますが、いや、去年の秋は豊作で戦争さえなければ紀州は豊かな土地です。人も多い。袁紹は役所できちんと戸籍も整えさせています。それを抑えれば紀州に住んでいる人間のこともすべてわかります。相変わらず良い周到だな、淳育。この戦、行を落とした後もだいぶかかりそうですね。覚悟しておいた方がいいか。何を考えている、淳育。紀州の民の今年の税を免除できないものかなと思いまして。何？紀州の税を免除する？税を免除するという布告を上将が出しても豪族たちは力ずくで税を取りますな。で、各軍に文官と軍勢を駐留させ取り締まりをするのです。うん。ただし今年のみという条件付きですが。自信はあるのか。戦と同じ、やってみなければわかりません。ただ袁兄弟を片付けた時に布告を出せば抵抗は少ないかと思います。反乱の中心がいなくなっているんですから。考えさせてくれ。5日で城を囲む堀が完成し、10日で小水からの水路も出来上がった。早く小水の川から紀州城に水を入れようじゃないか。巨勇は嬉しそうに言った。武将たちは露骨に不愉快な顔をした。剣の塚に手をかける者までいた。それに巨勇は気づかない。城内の兵はまさか城に水が入ってくるなどと思ってもみないだろうからこれで降伏する者も出てくるかもしれない。本営を置いた丘の頂に曹操と幕僚たちが集まった。兵たちが中腹に広がった。では合図を。旗が掲げられた。水路に水を入れ。合図は丘を越えて小水にいる兵に伝えられる。やがて小水でのろしが上がった。巨勇がさすがに心配なのか二三歩前へ進み出て彼方を見つめた。兵たちはしんと静まり返って一点を見つめている。水だ！
丘の彼方から導かれてくる水路に何かがかすかに光を照り返した。水だ。ほとばしる水ではなかった。静かに水路の底の土を浸してくる。水路の水が少しずつ堀に流れ込み、かなりの時が経って堀に水が満ちた。水はさらに増えて堀から溢れ城の方へ流れ始めた。城内の動きが慌ただしくなった。やがて城壁のところどころが隠れ出した。城の周囲が湖のようになった。いや、宗城の半分は水没した。いや、半分以上だ。自ら出てるところはわずかしかないぞ。行の城が水に沈んで2ヶ月が経って、円丹を囲んでいた将の軍がようやく囲みを解いて行に戻り始めた。城の留守を預かっていた新配は耐えられるだけ耐えて将に救援を依頼したのだ。行で戦おうという将に曹操に反感を持つ紀州の豪族たちが従って、将の軍勢は7万に膨れ上がっていた。将の軍は7万、行より2人の支点に展開し我らを背後から突く構えを見せております。曹操は行の城は長領長江に任せ、迷うことなく加工屯を筆頭に右近、加工園、曹公らの精鋭を選び出し、自らも騎馬隊を率いて進発した。将は草原に砲陣を3つ組み、両翼に騎馬隊を置いて陣形を組んだまま進める構えを取っていた。袁紹の好きだった陣構えは、しかし親父には遠く及ばんな。真似をしているだけだ。曹丕、これとどうぶつかる？我が軍は6万ですが精鋭です。まず騎馬を出して中央に突っ込ませます。敵も騎馬隊で出てくるでしょう。それを新手の騎馬隊と歩兵で押しまくって、とにかく中央を崩します。将の旗は中央に見えています。それは事前の策だな。敵の中央には将の精鋭がいる。たとえ勝てたとしてもこちらの犠牲も大きくなるぞ。曹丕、将の気持ちを考えてみよう。円丹との戦を途中で放り出して40里の道を飛ばしてきた。早く行の城に帰りたい。必死だ。そういう軍は裸にしてから叩くのだ。それでは両翼から。よく見ろ。両翼はあれこれ考えて途中から加わった豪族たちの兵だ。今一つ気力が足り、あれを左右同時に蹴散らす。両翼を崩せば中央の将の軍は逃げるのではありませんか？なら逃がしてやればいい。多勢の兵を得て今は士気も高いはずだから、無理をせずに少しずつ衣を剥ぎ取って丸裸にしてからもう一度向かい合えばよいのだ。なるほど、わかりました。よし、では太鼓を打て。両翼がぶつかった。敵の豪族たちはすぐに乱れた。主力の将は動かず、真っ先に自分たちが強烈な攻撃にさらされることに戸惑い崩れ出した。彼と同時に曹操の軍は反転して戻る。入れ替わりに騎馬隊と歩兵が敵の中央に突っ込んだ。最初に将の旗が下がった。瞬く間に敵は総崩れになった。曹操は本陣に戻った。
従者が飛び込んできた。巨勇が巨著に斬られたという。何をする、まさか上昇のおごれさあさあ、巨勇の暴言です。あんなことを言うとは。酒を飲んでいて巨著をデクノボーと呼んだのです。みんなが聞いていました。死体を始末しておけ。次の日。申し上げます、小の軍2万が小水のほとりに砦を築いております。加工トン、押し進め。できれば小の首を取れ。出かけた加工トンから伝令が来た。将が降伏を申し込んだと。意地がないのか、あの男には。断じて許すな。許すも許さないもなかった。その前に将は武将の一人の裏切りにあって北の幽州へ逃亡したのだった。第100回制圧の道。上将、これらは逃亡した将が作りかけの砦に置いていった品々です。城壁から見える場所に出しておきましょう。籠城している兵士たちには答えます。もう決して援軍は来ないのですから。品々は晒された。だが水没した行の城を守る軍は頑強で、大将の信杯は頑固だった。無理な力攻めは行のような難攻不落な城では犠牲を大きくするだけだ。曹操は次第に苛立ち始めた。信杯という男は死んでも城を守り続ける気か。もう守る意味さえ失われているのに、一体何なのだ。何が信杯の執念を燃やしているのだ。忠誠の心か。忠誠はこれほど人を強くするものなのか。上将、上将。順位くか。なんだ。ようやく私の工夫が生きてきたようです。新杯の甥新栄から連絡が入りました。何と言ってきた。城門を開けるそうです。よし、長領長方の騎馬隊から突っ込ませる。それで決着がつく。わかりました。明日の朝ということでよろしいでしょうか。それでいい。くれぐれも隠密に。御意。朝を迎えた。行の城の正面の門が開いた。曹操は馬を進んだ。巨著がぴったり横についている。まだ終わらぬのか。何をしている。意外な激戦が展開していた。3000ほどの敵軍が頑強に抵抗を続けている。あの鬼が信杯か。信杯です。3000を指揮する貧相な男が鬼の目をして戦っていた。3000が2000になっても信杯は下がらない。むしろ前へ出てきた。巨著、お前が行け。心得ました。殺すな。いやが何事もなかったかのように曹操のそばへ戻った。縛り上げられた信杯が曹操の前へ引き出された。縄を打たれながら少しも威厳を失わず、曹操を見つめる目にも不屈の光がたたえられていた。曹操だ。信杯、
一つだけ聞く。私に仕える気はないか？ありませんな。私の主君は亡き炎章様ただお一人です。そうか。新杯の首をはねよ。新杯は胸を張って引き立てられていった。忠誠とは何だ？信杯を支え抜いた者は何なのか。お前には縁のない境地だ。俺にも忠実な家臣たちがいる。お前にとって人は服従する者と敵対する者、二種類しかない。信杯には違うものを感じている。関羽の時もそうだ。関羽は劉備の婦人たちを守ろうと降伏した。それを知りながらお前は礼を尽くして自分に仕えてくれと頼んだ。関羽は聞き入れず、お前に恩を返すと誓って炎章軍切手の猛将顔料の首を取り、婦人たちと共に立ち去った。劉備との絆がそうさせたのだ。お前は未だにその関羽の気持ちが分かる？分からないのは劉備もだ。未だに6000の兵士が持てず、慶州の劉表に盾代わりに使われながら、どうして平然としてこの曹操に対していられるのだ？お前は決して相手の心の中を見ようとしない。外から分かろうとするのが無理なんだ。天下に手をかけた今になって人の心の中を覗いてどうなるというのだ。では気にすることもない。俺はどうも自分に分からぬものに惹かれる癖があるようだ。信杯を最後に大きな抵抗は止んだ。曹操は夏侯惇を呼んだ。夏侯惇、低い方へ水路を伸ばし城内の水を出してしまえ。すでに雨巾の軍が働いております。よし、では城内を鎮守せよ。速やかに行います。曹操は炎章の館であったところへ移った。追いかけるように息子の曹丕が入ってきた。父上、私は長江と共に行に一番乗りを果たしました。よくやった。炎章の次男炎騎の妻は私が頂戴することにいたします。好きにいたぜ。ありがとうございます。河北一の美女と謳われた女です。噂にたがわぬ美しい女です。そうか、紳士のことか。連れてこい。紳士の評判は曹操も耳にしていた。入ってきた女は汚れた着物を着てはいたが、ハッとするような美形だった。これほど美しい女を曹操は見たことがなかった。しまった。惜しいことをした。しかし、曹丕にやると言ってしまったものを今さら俺によこせとも言えぬか。俺もまだ若い。一瞬紳士を息子から取り上げようと思った。もう50に手が届く男が。俺はまだ枯れてなどいない。天下をいただくまでは年など取っていられんからな。翌日から曹操は行を整えること、
戦で荒れた田畑に農民を呼び戻すこと、税金を免除する布告を出すこと、それに不満な豪族の反乱に備えることなど、一月ほど膨大な仕事に忙殺されていた。その間に清州にいる円丹が予想通りというか、紀州に領土を広げ軍勢を増やした。愚か者が。三万の軍を率いて曹操は円丹討伐に出かけた。円丹は南皮の城で平原に陣を組んで待った。外周一色だった。円丹は捕らえられた。この円丹の話を聞いてください。頼む丞相殿。一度聞いた。信じられぬこと、今度のことで分かった。いかに処分すべきか。長吾、一度は炎章の将だったお前の意見を聞こう。首をはねたまえ。炎家の嫡男にこれ以上見苦しい姿をさせてくださいますな。首をはねよ。南皮の城内にさらせ。南皮の城は長江に任せる。え、私に？兵は2万つける。この城は延喜と将のいる幽州に近い。しかも清州は未だに不穏だ。決して軽い城ではないぞ。心得ました。南皮城をお預かりいたします。3年と見た紀州の制圧が1年足らずで終わりそうだった。曹操はまた一歩天下に近づいた。本拠を京都から京へ移そう。